おはようございます。おはようございます。今日は真剣へやります。もうちょっと昨日の山賊狩りでレベルが完走してしまったんですけど、こっからストーリー行きたいと思います。モンハンはモンハンもよし。レジョクさんおはよう。ノブさんおはよう。モンハンはやったもん。モンハンやってもいいけど、真剣へだけちょっと朝のモーニングルーティーンみたいなところで三国無双やらないと、やっぱ一日がこう軌道に乗らないのよね。だからちょっと今日真剣へ、昨日は真剣やるはずだったのにこんなことになっちゃってさ。石壁から行くから、ちょっと初めての女の子の扱いで興奮してるんだけど。すっかり真剣へもな。そんなにいいからモンハンやってないでしょ。あんた自分がやってないでしょ。この三国無双が失意ですよね。そうなのよ、すごいよマジで。いやでもデイズークでモンハンとか言ってるけどね、モンハンのね80倍ぐらい世界しっかりしてるよ、このワールドの作り込み。作り込みがしっかりしすぎてキャラクターが干渉するっていうのはあるけど。頑張ってるぞ。嘘、え、マスターランクいくつになったの？さすがに100は超えたか。え、こいつら会話、え、話してくんないんだよ。米商じゃん。キョチョの方に行くか。あ、ここか、全部。でもおお、え、やったじゃん。モンハンしようぜ。やったじゃん。デイズ今日休みなの？やっほー。おいら水軍の訓練を任されただ。でも持ってないですか？あんまり自信がねえぞ。持ってんの？続討伐がいい訓練になるって聞いただ。おお。うまくいくか不安だけど。そっか。なんかさ、すごい大雨じゃない？でもなんか急に晴れたりとかしてるよね。え、おいらと一緒にやってくれるだが、それはとっても心強いだよ。デブ声って感じ。で昼頃モンハンやろう。船酔いとかしたことある？実の船の揺れで酔っちまった。この辺に薬をくれる人がいるらしいが。え、薬？向こう側じゃん。医者遠いな。うん、え、本当に130になったの？本当？なんか信じがたい。あ、これワープイングできるんじゃないか。勝手にオラを出演させてるだ。いやいやいや、太ってるな。宮崎先輩おはよう。セキトバッチが成長していくぜ。船酔いに効く薬が欲しいんですね。ではこれを持って行ってください。 Yes sir。 なんかここら辺喧嘩してるね。喧嘩してるけどまあ仲良くしてって感じ。また来るわ。じゃあな。オッケー、おやすみ。リツークも三国武装やってないのにね。フォートはまた別の話だもんな。船酔いに効く薬を届けてくださるとは恐縮です。ありがとうございます。待ちな。あれ、船酔いを治したいんだって？これだったら薬よりもいい方法があるよ。フォートに測られてるじゃん。船をみんなつなげちまうのさ。そうすれば揺れないし酔うこともないよ。こいつ反逆者です。なるほど、それはいいことを聞きました。早速みんなに伝えて船をつないでみます。反逆者じゃん。義の国のやつじゃない、諸国の国のやつだけど大丈夫か。絶対これ測られてるでしょ。そうだ、ルーティンの続きするの忘れてた。
よし。では、これで。ちょっと真っ暗になったら教えてくれ、メンス。うまくいったようです。こんなんではありませんわ。はあ？マジでダジャレしか言わねえな。で、次。なんか今回武装八のさ、町にいる人も実は折り入って頼みがダジャレニキがさ絶対いるしさ、ダジャレそんなんこんなん、ダジャレ好きなんかな、この三国無双の制作してる人は。こういう神経みたいなこと、神経炎みたいなこと言うやつがね各地にいるんだよ。そう、天国だからちょっと弱すぎるかも。難しいぐらいで。あれ、これここじゃん。視察とこれか。デイコさんダジャレに厳しいですよね。わら。ちゃ、厳しくないから、あのダジャレを言うやつが多すぎるだけ。いや、大石とはもさ、この体力メーターが伸びてきたな。あら？ん？あ、そう、任務をね、2つ以上達成しなきゃいけないもんね。追われてるの、どうだった？うわ。我が軍の石膏が襲われています。敵陣から戻る途中に捕捉された模様。だがこちらは手一杯だ。誰か助けに行ってくれないだろうか。お？で、これやめよう。アイテムの獲得率もそうだな。フロー中の攻撃に耐える。何がいいのかね。止めにして攻撃してても決裂しなくなるが一番いいかな。はっ、あれじゃん、紹介多分使ったからなくなってる。打ち上げファイヤーをしよう。やっぱこれになるよな。いや、どっちがいい？こっちがいいかな。あー、うん。で、氷かな。無双プラス5、毎秒プラス5はいいね。多分これで大丈夫のはず。うん。ちょ、動物連れてってないね。動物連れていかないと。どこだっけ？育てすぎた馬よりもこれぐらいの方がちょうどいい気がする。あー、ダメだ、分からん場所が。でもここ華やかだな、家が。豪華な家が多いわ。金持ちの住む家って感じ。わっ、馬がご入り用で。パンダ一つ連れて、これだ。またお待ちしてます。ちょっとな、ゲーム修羅にするわ。
多分大丈夫なはず。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。このモブかっこよ、かっこいいよな、割と。めっちゃガードするやん、こいつ。何なんだ。お、主人だ。主人がいる時代を主にやってるないから、まだ三国志の最初の三国無双の最初の方のストーリーの人たちだったから、全然合ってないキャラクターも、多分後半のキャラ全然合ってない、シーンとか全然合ってない。いて！なんとしても戻らなくては。ジョン、せ、い。これは新しいキャラクターだったやな。決めポーズ受けてないからまだワンチャン。あー、やったった。シュラで二人はちょっとまずいんだが。やられる前にやらないと。うわー、ガード、うん、オッケー。やっぱシュラだとリアムと一回しただけじゃ全然ガードが減らされないな。これはね、味方今ね連れてるこいつ。うわっ、遅れた。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。マジでこれダメだ。この子あれだな、あれしないと無理だな。何してんの。これしないとダメだ。ターゲットロックオンしないとちょっと難しい。ダメだ、硬いな、マジで。海の方行っちゃう、これじゃやばいぞ。泳いでしまう、周遭が。ガード崩す前に殺しちゃったぜ。あ、シュゼンキュンだ。チュッチュッ。あ、危ない。そっち行くと強い武将がまたいるんだ。神経炎のいいところは範囲攻撃が結構、範囲攻撃っていうか360度攻撃なところかな。横槍がうざくなさそう。アイリーさん、こんにちは。貴重な情報を持ち帰れます。あとドイツだ、ここにいるやつだ。オッケー、助かりました。これで石膏の任務を全うできます。結構 HP やられてるわ。ただまあこれでなんだ、そこにいるやつ。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。あ、見つかった。今はこの喜びをかみしめましょう。 OK。 あ、クマに運ばれていっちゃう仲間が。
じゃ大体あとここだけかな。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めて。暴れん坊。切りたくなけりゃ金目のものを置いてきな。曲が劣勢なんだけど。劣勢って曲だったよな。劣勢。これ野党もぶん殴らないとまずいのか。あ、ちょうどよかった。野郎ども、いつが俺たちの敵だ。あー、いた、カンネだ。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。カンネターゲット、オーケー。どの攻撃が一番ガード通せるかな。OK。 ガード崩せねえよ最後までよこれ。あ、なんかいる、名前があるやつが。あ、いなくなっちゃった。消えた。逃げてる。逃げるな。逃げるな。やられろ。よし。これでもうやることなくていいんじゃないかな。経験値とかいらないしな。ホートがここにいて、ホートは裏切り者だけど、とりあえずそれか曹操に伝えればいい。士官よ、これで決戦の準備は整ったか。やっぱり息子の方が身長高い。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。有益な情報が手に入った。決戦に生かせるかは将次第か。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。うん、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。やばい、今日寒いはずだけど割と暑いかもしれない。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備え、しばし休息し英気を養うのだ。ロード中の青い人は前口元隠してた人ですか。青い人は前口元隠してた人ですか。いや、隠してない。青い人は多分純育だと思うんだけど、全然
7のエンパイアからのキャラクターだね。この人だよね。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言っていい。もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に粘土不足、満潮せいでかくね。それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。彼氏と彼女ぐらいの身長差あるんだけど。そうですね、違いましたか。うん、あくまで口隠してる人誰だろう。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。先ほど御嶽の火が煽られて、なんか危うく火事になりかけた陣だった。だんだんギってこうなんだろうな。そういえばつまらないイケメンって言ったら失礼だけど、我らの風下に浮陣しているのに、なんか家計を仕掛けたりはしないのか。特に目立たないけどイケメンが増えてきする。ここがそれも手でした。ですが孫悟の水分が散開しています。影の薄いイケメンみたいな。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか。向こうは練度も高いというし、そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか純優殿。ギイケメン増えたな。この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り孫権劉備を討つ。水上の不利は兵数と知遇で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し天下を制さん。おお、どこ行くんだこれ。この西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。なんかあんまり喋ってない人たくさんいるくないか。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。うん、対岸に曹操軍が現れたぞ。ありったけの矢を追いかけろ。いないな。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。倉庫を襲われない限り無敵だな。ここ高陵は陛下必葬の地と呼ばれているんだ。いつもそう。そういえばこういう情報に行くかな。全員いなくない？あ、いたけど別になんかどうにかできることじゃないわ。ちょっと攻撃力上げてご飯食べていくかな。いや、攻撃力、何を召し上がりますか？そうだな。守備力にしよう。またのお越しを。カンネいるところのミッションが特にないけど、多分カンネ殴りに行った方がいいよな。はっ、制圧されてる。
制圧されてる。ここがいけ、これいけるのかな。ここらん、ちょっと行ってみよう。あるね。これ乗ったら進む？乗っても進まない。進まねえ。向こう岸に行けねえ。こっち行ったら殺される感じだ。ここ行ったらこれでしょ。ここってどこに繋がったの？わからない。ここから引くか。じゃあだめだこいつ。え、三角押してんのに難しすぎだろ。やばいな、敵の侵略めっちゃ食らってるけど。ここなんで？むしろ敵の侵略ってこっちが敵なまであるわ。来るな、やばいなこれ。大丈夫か。ここ制圧するのむずそう。むずそうっていうか、ここ制圧するよか、とっとと観念ぶっ殺した方が良さそう。進んでいくからむずいな。敵がどんどん来る。まずいな。本当に制圧できるんだろうか。不安になってきた。できないかもしれない。うまこねー。なんだこいつ。ぶっ殺した方が多分いいわ。うまっ。
ア人数レイコ、ネコ、アキラさん、ハロー。リアクトがうまく何回も発動してくれれば。あ、三角を打つんだ。よし。入れた。これでそこに行って制圧できるか。アイエムイネサムライギアル。サムライガールなんだし。あれあれサムライ。あ、やめて、邪魔する、違う、バカバカバカ、なんだこいつら、強すぎだろ。もう、いやマジ腹立つ。あれ、よー、サムライ、キアル。ノーノー、アイムプリンセス。いった、横やりマジ痛すぎだろ。方向に行ってしまう。笑顔で参りましょう。姫様、成功です。イエス。ハロー、エブリワン。アメリアさん、ハロー。違うわ。痛い、マジ指やばくない？なんなん、悪質だよ。やっとしなってきた。骨が折れるぜ。そこ使えないのかな。この地は私がいただきましたわ。使えなさおなんですけど。くのいち、くのいち、くのいちとか知ってるか。でかいか、でかい系ガールだろ。忍者ガール、忍者ガール、あ、忍者ガール好きってなんていうの。ユーライク忍者ガール。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。いい眺めだ。ちょっと思ったよりもマジで敵のあれがあれなんだけど。あとな、イエス、アイ、ロベ、忍者、ギアル。あ、忍者ガールが好きなのか。
忍者とか今まだいるの？あれ今のところここ何？10万本の倉庫ってところか。あーじゃあ周囲をぶん殴って、周囲をぶん殴りたいけどなんか遠いところに落とされたな。これさ、ここには行けないんだろう。あ、行けるじゃん、行けるじゃん。なんか違う、まだ違う。頑張ってください。こんにちは。あ、I'm Thank you キラー。さあ参ろうぞ。あ、グレンさんこんにちは。この拠点を最寄りから始めさせてくれないの、その先はルアンダーは。ねえ、なんなんこれ。だから宮崎さんもあれなの、8やってるんだ、やったんだけど。おい、ノーノーノー、こっち真剣ですわ、マジで本当に言うこと聞かねえな、難しい。小回り決定の差が本当、モンハンで言うと拝見って感じ。軌道修正むずいよねみたいな。あ、そんな頑張ったんだ。この辺そう、プラチナとかどうなのこれ。結構いろんなもん要求されそうだな。そうでもないのかな。ちょっと仲間にお手玉されすぎて敵が遠くに行くあるあるなんだけど。このリーダー格全員ぶん殴らないと制圧できない感じだ。落ちた。ちょスピードがすごいね。なんか正義でやりーみたいなこと言ってるんですよね。誰だ今。運ばないか。あーやばい、リアクトミスしたけど大丈夫だった。ゲームだ。時は十分に稼ぎ、だが K はすでに慣れる。我敵殺すみたいな、倒すみたいな。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜
そうそう、義援使ってて楽しいね。あ、義援楽しいんだ。私義援作ったことあんまないんだよね。そこにジェニックが行って、で加工場なんかを攻めると。こんなんも外からも中に入って加工か、なんだこれ、こいつかかカンペかな、カンペ倒して終わるよ。敵の倉庫はこの辺りにあるようです。俺らカンペしねえ。役立ちましたね。なんかいるんだが、他のやつ。敵将だって。さては倉庫の矢を奪いに来たのか。あ、危ねえ。拙者が守り切ってみせる。ありがとう。コンペ弱すぎる。この倉庫は火器厳禁だ。くれぐれも注意するよう皆に伝えよ。行きますわ。倉庫一つ守れるとは軍師のことして情けない。よし行くぞ。だ拙者たちの手でよし行くぞ。伝令、曹操軍が倉庫を襲撃。10万本の矢は全て消失しました。今はこの喜びをかみしめましょう。 OK、 これでここなんだろう、ここなんだ。あー、これするとなんか家計がうんぬみたいな、なんかあったな。まあちょっとここで将校と劉備を撃破する。夫妻か。金商地が近くにあるね。こっちか、こっち、こっち。将校、あまり出過ぎませんね。曹操軍の勢いは侮れませんぞ。行きますわ。うおー、将校いけない。来た。私にだってみんなを守る力はあるわ。すごいな、一気に来る人結構多いな。船の上を歩いても弱ねえぞ。これなら存分に戦えるな。まったく宝刀先生様々だ。将校が立ち上がる。敵の急所、私たちで奪い取るのです。行きますわ。暗いな。何、劉備の邪魔が入った。ガードするし、前にやっちゃうな、これ。やば、ガードが。あー、こいつ決めポーズまだだったのか。あれあれあれ、給与費消えた、給与費消えた。うわー、危ない。ワン、準備はどこだ。無理準備はあちら側かな。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。宇宙クローズがまるで使
使いこなすのむずいな。レミ死んだ。打ち取りましたわ。あの名前ありの武将食い止めたかったな。よし、やばい、この喪失夫婦のイチャコラセルフ何も声ない。オーケー、今はこの喜びをかみしめましょう。暗いなここ。お上手ね、いい感じですわよ。先の戦いで得た情報によりますと、諸葛亮は祈祷所で何かを企んでいる様子。出て、祈祷所ってなんだ。無双いっぱい使っちゃうとマックスになるまで使えないっていうのがちょっと嫌なシステムなんだよね。行った攻撃隊長がどうするのかしら。真ん中にいるのかな。あ、いる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 。そうそう、諸葛亮が倒さないと意味ないんだった。義の心だった、じゃあ職の心だった、まだいい。完璧だった、このおじさんは。音だまされて、違う、違う。笑顔で参りましょう。もう死んだろ。よし。ですが、役目を果たせました。酒欲しいけど酒ないな。どっかで酒をゲットしたい。今はこの喜びをかみしめましょう。これであと向こうに行くのみ。こことかここって行った方がいいかな。ちょっとわからん。おいみんな、朗報だ。祈祷所にいた諸葛亮を撃破したぞ。なんだって。それはよかった。あれ、何の心配もなく戦えるぞ。この巻物の場所はどこだ。諸葛亮様がやられた。これだ。周囲の息が、え、何これ、自分の薬。あ、向こう側になんかいますわ。こいつだ、こいつを戦いに叩きに行くんだ。
の民兵が移動したぞ。手薄になったところを攻めちまえ。ここは周りがいる、名前の代わり武将がいるからなんかもらえるんじゃないかな。ここで防御の陣を敷く。各自すぐに準備しろ。はい、行きますよ。おい、切れそうと邪魔だよ。トリガーなくなったじゃないか。この機関技巧の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。今後の田舎武者どもに負けるかよ。どこだ、集体が消えた。あー、まったやっちまった。私たちで防衛に当たりましょう。目標は決まった。いざ進軍開始。集体絶対集体巻き込んでない。しぶといな、やっぱり。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。行きますよ。わあ。関東が厄介だ。うわぁ、この場所じゃねぇ。目障りなとこは潰しちまうか。お前ついてこい。戻って策の練り直しだ。撃ち取りましたわ。これでイベルに行く。暗い暗い。敵の要所を叩く。よし、笑顔で参りましょう。見せ場はたっぷり作ったな。もう撤退してもいいだろう。お酒あった。よし、今はこの喜びをかみしめましょう。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子、いなぁ、なんだ。いいもの揃ってますよ。あー、こういうの。基地だから2個ぐらいずつ撃っていくことぐらいしかできないんだけど。ありがとうございました。罠台か。この辺に。今回の撃破、これはどこだ？これ印違くないか？あい、え、ん？間違ってるよな。こっち行かなきゃ郊外に会えなくなる。いない。孫悟の本陣はここだぞ。私は孫悟の人間ではない。曹操殿のために粉骨砕身働くのみよ。なんじゃしつこいの。
わしは本当に孫悟に愛想が尽きておる。何？まだ疑っておるのか。だからわしはじゃな。でえ、今どろっこしいわ。お主を倒せば疑われることもなかろう。おお、喧嘩早い。海に落ちちゃうんじゃないの？お主がわしの相手か。さあ勝負せいや。よっしゃ。うまく演じられなかったわい。周遊に何と思えばよいか。スクレイン、イス、ブラック。あ、ありがとう。敵将、撃ち取りましたわ。今一回なるんだよね、絶対。うまくいったようです。こんな困難ではありませんわ。これ何だ。どういたしまして、ありがとう。皇太様はすでに撤退された模様。皇太様は敵陣への火付け役。よし、笑顔で参りましょう。の威力が減ってしまいますね。ああ、皇帝様、なぜこんなところで。ここやばいな。When you ガゼイって、ガゼって何？自分の役目を果たす。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。何？あ、なんかまたいるわ。お前、つくじゃないか？女性だかなんだか。むずい。何よりもこの、あ、ちょっと。この、神経への。扱いがむずい。先行入塾のために泣かせているな。アビスってなんだろう。押してって。おかしいんだよな、マジでこのゲーム。大丈夫って、なんか勝手な話が進んでるけど、まあいいや。あら、笑顔で参りましょう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行きますわ。手に入れられないのってなんだろうな。行きますわ。こいつなんか殴っててダメだろ、絶対こっちだよ。いないな。こっちのどこにいる。はい、ホールド、プレペア、エイ、クセ、リアル。はい、宇宙パーファーキュートガール。パーファーって何？い
行きますよ。素晴らしい才能をお持ちですね。ああ共に戦えること最終時嬉しく思います。ね、落ちてっちゃう大切がどんどん、うん、わーお、なんで、あ、その名前ついたの。いいぞ、正々堂々戦った結果だ。一旦引こう。だが次はこうはいかんぞ。指めっちゃ手に入る。もっと打ってもよかったかもしれない。おお、お前の戦並大抵ではないな。領地を奪われるわけにはいきません。私たちで防衛に当たりましょう。なんだこの時は。孫権誰。5ポイントじゃないね、1枚の金目は。あ、かっこよさを取られたの。さすがは総長。アンダーハッタック、アンダーターン。風がすでに変わっていること。なに、総長軍に気を放て。一戦をすべて燃やし尽くすのだ。どんなに戦っても家計は成立してしまうんだよな、このゲーム。火だ、船が燃えてる。どんどん広がっていくぞ。バカだ、一時風向きが変わっただけでこのような策を打てるはずが。これまでの動きすべて、アンダス、この炎を描く布石であったと、ね、まさか。では、敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。マンチョめっちゃ役者だな。表情がすごい変わる。この炎、痛恨よな。Have you seen? Seen ってなんだ？ Seen って。Seen って何？ Seen。いや、私 Seen のこちらの裏を書く意味にググってるわ。敵には相当な知恵者がいたのですね。あ、見たことね。下を向くわけにはいきません。ある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 。最前線で前線して事態を打開しましょう。そうだった。あらあらある。Yes, yes. I see パンダ。うん。味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され。長江の木図となってしまいますわ。偽。え、商用と常用まで引きました。ケラさんは曹操殿が退いていらっしゃればそこで合流できるはずです。窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し包囲を打ち破らぬ。あ、ないんだ。気がかった。今は無事であられると信じるほかない。キラさんってどこの人なんだろう。You're from? どこどこ。船に火が。敵はこれを狙っていたのか。だから欲しい。これ諸葛亮の策はこれだけのはずだ。みんな落ち着いて炎症を防ぐぞ。郊外殿の策が見抜かれた時は焦ったよ。危うく火がつけられないところだった。アメリカか。アメリカじゃパンダいなさそうだね。予
定より規模は小さくなってしまったな。ああ、なんだこれ、どこだ。やらせてもらうわ。だってさ、パンダってチャイニーズのもんじゃん。ないよね、そりゃそりゃないわな。このてっぺんに君臨する宝箱？そうでもない。ちょっと待って、どこだこれ。一気記憶とかなんでしょ今。わあ。え、値段？高高すぎない？そんななの？あったな今。あそこに。ああ、どうしてんのこれ。ああ。イエス、アンダース、あれ、決めて。ねえ、日本はなんとかチャイニーズからなんか持ってこれる距離な気もするし、あれだけど、きついわな。まだこう敵に敵がはびこっとるんかこれ。そこが良くない？これ仕方ないから。区間とかってこれ何なんだ。でもこれはもう活力とかいらなくないかって思っちゃうんだけど。まあちょここ行くか。33のここから行った方が近いんじゃないかな。33のミッションどれだこれ。これ行きたいんだけど、これか。うわー、いた。なんだこれ、分かった。神経は多分これここを。アンダス、あれ、え、ベア。ここをトリガー、違う、これにしよう。パンダ、あ、ベア、クマ？あ、クマなの？あ、クマとパンダがいるねってこと？そう、パンダとベアと何、タイガーがいるのかな。やっぱこのリーダーさんと全員殴られるんだ。はい、ここもなんかね、拠点の戦いが始まってるんだよな。ねえ、ジュイン君のところに。この地は私がいただきましたわ。ないけど、この途中もまたね、戦いがある。一掃する。笑顔で参りましょう。まだいる、向こうに。全然いる。ゲットできたんだ。地下では宝玉。宝玉ってどういう確率でゲットできるのかね。毎日わからないな。やはり逃げるなら船を使うだろうな。ここで待ち構えて正解だってよ。
水に行ってしまったら困るんや。あーどこだ、うし、こっから急ポーズやめてもらっていい。急ポーズ入るとまたハードがさ復活するんだよな。おかしいだろこのシステムは。あ、カレーラーさん、おはよう。おっと、酒が落ちてるから向こうでゴミを食べるか。え、インアメリカディスイズ、インアメリカディスイズデナスティーワリアー。え、これのこと。笑顔で参りましょう。三国無双。仕事は爪の局面でしくじった。仕事してないよ。だが戦の流れを変えるほどではない。この時暗殺失敗までやりましたけど面白いです。あ、本当に。あ、吹雪のあれから三国無双をダウンロードしたの。で、杉船着き場を脱出できたでしょ。マジかよ。YouTuber だから。あ、今 YouTuber。 今はこの喜びをかみしめましょう。はい、雷やばくね。これ乗ったらなんかいけんの。いけねえじゃねえか。え、あっちいけんのかな。走ってモーション電とかエンパイア出るんかいな。八まで乗るあれが強いです。あ、祝賀なんとかやりね。今ね、あのこの超瞬間がつけてる。はい、オンリープライエドサムライワッピワース。なんか自分は相方にその装備させて、自分はモチーフの一番強いのを取ってる。え、ね、ジュニク待ってね、なんでジュニクもうそこにいるんだけど。マジ仲間のさ急なワーピングやめてもらっていい。ユーチューバー様やったか。そうだよ、だからみんな応援してって。おかしいんだよな。出ないなら出ないで、そろそろ無双の続編なんか情報欲しいわ。気が早くない？だってそんなこと戦国でしょ次。 I only play Samurai Warrior。 これサム…あ、戦国無双？戦国無双か。無双なんてそんなもんよ、わら。戦国無双、うん、そんなにそんなにポンポンではないような気がする。むしろ次三国早くよろって感じなんだけど、三国じゃない戦国よろって感じなんだけど。いざ参る。皆を守るため足を止めるわけ。そのあれじゃないかな、何としても敵を倒す。あれだな、ほら真田丸も出てたから、真田丸のキャラクターたちも多分入るやつが出ると思うんだよね。だって三国無双じゃない、戦国無双なんてあれから真田丸でごまかしてる。あ、違う違う違う、あれ4デラックスでごまかしてる。昔出たゲームを高画質にしましたっていう作品で、あたかも戦国無双の新作が出たように装ってるからね。これ次その調子でいくと三国無双8オンラインもあるわ。オンラインゲームになりましたみたいな。オンライン要素詰めでもっとみんなで意気投合しようみたいな。あー、神経が、神経だ神経、こっちに。マジ何かこの人の、はい、父さんのこの方向が向いてる。あ、いや、屋根の上で急ポーズ取られてもね困るんだよね。降りてきてもらわないと、うん、はい、
望みを託すしかない。ひとまず難敵は撃退した。しばしここを確保し、同胞を守らん。無理に逃げ込まれた将軍方の王で、そうやったら次張飛とかか。レビューひどいですけど普通に面白いですね。うん、だからまああれだよね、別ゲーとして捉えてないからレビューが結構ひどいんじゃないかな。今はこの喜びを噛みしめましょう。やっぱり今までのその三国武装の無双シリーズっていうのといくとだいぶ違うからね。だって今までの三国武装はウィッチャーみたいになっちゃったからな。いやまあもう7とかのノリの続編を期待してた人からしたらおい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 ってなるんじゃない？てか無双オンラインってオンラインゲームあったけどその色強めな感じだよね今作は。どっちかって言ったらね。いやー売りてー。これはもう、あ、違う、この調子でいけば。これはさぁ、いや、この調子でこう、ススッといきたいんだけど、長飛を見ながら。てめえらがここに来るのはお見通しだ。覚悟しやがれ。いや、なんだ、俺らの逃げ道、シュドルガーが。やっ、サポートのカッケイクは。サポートもかっこいいね。ダンディーだよね。足止めもできねえとは。また諸葛亮の思うとかよ。諸葛亮から高校届けてんの笑うな。曹操様全然見つからないな。もしや兵に紛れて殺されているのか。今はこの喜びを噛みしめましょう。あ、いたいた。ちょっと売りますわ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。なんとかお助けできるでしょうか。味方の無事を知れば兵も奮起するでしょう。よいしょ、収束だ。諸葛亮殿の読み通り、ここへ参ったか。確かに収束エグザイルみたいな。俺こそが軍神関羽の一の子分、収束様だ。親分と一緒の俺はいつもの3倍強いぜ。死んでもらいます。笑顔で参りましょう。行きますわ。これどんだけ役立たずなんだが。帰っても親分に合わせる顔がねえ。なんだこれ。いけいけどんどんってな。洗濯機でカーンを洗濯する。敵の痛いところをついておらば狙うはあの地だ。行くぞ。笑顔で参りましょう。これでだいぶ行きますわ。敵の痛いところをついておくか。むずいなこの本当1対1の攻撃神経むずいわ。いや不覚を取った。俺の恩義が甘い刃を鈍らせたか。酒くれないかな。さっきまであと酒が一瞬でなくなるんだよ。見事な働きだな。失望に効く薬。
あ、違う。ここにいるのは傷病兵ばかり。せめて。そういえば、あそこにはお薬をゲットしなさいとね。どこだ。オーディオ。あ、こいつらを倒せってこと。何を企んでいようと関係ねえ。打ちのめすまでだ。は？行きますわ。よし。いるやつもかな。これが目当てか。くれてやるよ。うわー、危ない。この軍団と向こうの軍団ぶん殴ればここはあれか、拠点制圧できるのかな。あ、いた、拠点がいたじゃん。よし、私がいただきました。確かに、なんかウェイブショーが手につけてるその祝賀槍だからは強いね。あ、違う。ここにいたのか。これね、制圧できるのかな。 OK 制圧できねえわ。どうなったんじゃ。届けるか。あれ、道が違う。おい、みんな、これで助かるぞ。これで傷病兵たちもみんな撤退できます。ありがとうございます。今はこの喜びをかみしめましょう。これで長官のとこにも行くかな。曹操軍め、逃がしはしないぞ。孫悟の炎で燃やし尽くしてやる。あ、修繕がいた。戦になき兵を追いつけ。マジ修繕キャラメイク良くなったよな。なんか別に何なの、オールバックも嫌いじゃないけど。曲は出さずに、なんかボールの髪型がめちゃめちゃいい。おし。
けつけられますね。早く合流しなくては。チョーコ絶対イケメンになったよな。また次調査での、これ今終わったやつかな。炎章と合流、ニコニコ。炎章と、あ、炎章と合流した。そうそう、暗殺誰やってる、誰のシナリオやってるんですか。今はこの喜びを噛み締めましょう。あ、いるね、テーフ。だってなんか何気にね、いるんだけど分かんないんだよね。なんと壮麗な戦ぶり。味方、味方を。ん？あ、なんか戦う、みんな戦わなきゃいけない、これ。そうそうで初めて加工さんに変えたの。あー、なるほど。行きますわよ、敵の救助。上皇さんの鎌っぽさが薄まって、及川光弘っぽさがフラッシュされた。あー、分かんなくはないな。で、私ミッチー結構ね嫌いじゃない。おかげで命拾いしました。行きますわ。お助け、ありがとうございます。これでみんなと合流できますね。感謝せよ。うわ、はっ、うぃ、やば。まさにヤブヘビだったな。引け、引け。助かった、ありがとう。おびれのもんでお待ちしています。よし。キムタクのドラマ出てるけど演技派よね。昨日涙腺売るんだわよ。あ、そうなんだ。シェフのやつね。まだこんなに戦えるやつがいたのか。絶対だ。あれ見てるんだ。よかった、助かりました。先に門のところまで行ってます。これって、うん、話しかけんの。ありがとうございます。これよりよし、多分これで良さげです。そうそう、グランメゾン東京ね、あれめっちゃおもろい。あ、そう。なんかほら、あんまりああいうの見ないからさ。あ、テーフの撃破いるね。前の昔のキムタクと、あのリンチェリンのビツクは、ビツクだよね、あれね、ミツかな。痛いんですか。で、そう、さ、こいつさ、リョウト、かっこいいのにさ、かっこいいんだけどさ、なんか、影薄まっちゃったよね。キャラクターがいっぱいいるせいで。マジかわいそう。ここは、この両鉱石が封鎖してるんだ。お前らに逃げ場なんてないってんだ。アゴが尖ってるイメージある。あ、いや、リョウト。え、でもかっこよくない？シャープだね。確かにアゴはシャープだ。なんかさ、私の勝手な色男基準っていうのがあるんだけど、顔面的なね。孫じゃない、眉が上がってて、我が軍が別方面の門の首相を撃破しました。よいしょ。眉が上がってて、天井高いの道筋が見える。ここじゃない。我らも一丸となって敵を打ち砕かん。眉が上がってて、目が下がって垂れ目、目が垂れ目っていうのが、なんかいわゆる色男の顔だと思ってるんだけどね。あの漫画で描くときとかのね。行きますよ、師匠。打ち取りました。しずすけさん、こんにちは。りょうとうはそういう顔してるで。ここで敵をとどめればならん。いわゆる色男顔。たとえ生死になろうともな。ここで敵をとどめればならん。たとえ生死になろうともな。こいつを倒したらどうにかなるの。
を頑張ることにするぞ。いっぱい生えてる。やめだ。あ、リョウモンいる。うお、今見た？早すぎる。戦国無双三だかの佐々木小次郎みたいな速さだったぞ。この曲結構好きなんだよな。何の曲か分かんないんだよな。両党はもう待てなんかすごい定期的にすごい矢を食らってるんだけど、なんだ。すごい矢の収穫が半端ない。ようこそ、いらっしゃいまし。こういうのいつも取っておくけど結局使わないからな。今後ともこうやってさ調子よく売ってるとさ必要な時にさなかったりするんだよな。もやったし、だいたいその名前がありそうなやつは全員やったのでは。サブミッションもやりがちだよな。やっぱなんかやらなくてもこのレベル帯だしガンガンストーリークリアできるんだろうけど、なぜかこの名前じゃなくて顔割り武将と戦いたいっていう気持ちがあるんだな。だってそこに行くんだ。あったあった。ああ、お助けを。この騒動で主の姿、実は私。そうそう、主の姿見失うともやばいでしょ。引退しろ引退。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かお探しの。おびっくりした。抜刀したから敵かと思ったわ。こんにちは。
先ほどあの辺り。こいつらマジ抜刀すんのやめてくれ、怖いぞ。助けるぞ。叫んでも無駄、この近くに曹操軍はおらんぞ。おい、あー高いんで。 ありがとうございます。お探しの方は確かあちらに。どこだどこだどこだ、まーってやられてる。20人ぐらいから壊れてよい、神奈。逃走軍の要人はどこへ逃げた。居場所を教えれば。襲われすぎなんだよ。命は助けてやるぞ。ふざけるな。やろうと喋る者が。助かりました。レオニモス。お探しの方はあそこにいるはずです。本当？決められてる感じするんだけどなんか。あっちだよあっちだよみたいな感じで。あ、いた。お前何してんだ。帰るぞ家に。味方と合流できたか。皆には苦労をかけたが、わしの方でも味方を何人か確保しておいた。受け入れ先が見つからない救急車みたいになるぞ。ねえ、お前何偉そうにしてんだ。お前迷子だったんだぞ。聞いたか、曹操様が見つかったそうだぞ。いくらガタイが良くてもタイガは泳いで渡れない。渡りたいが渡れないだな。よくわかるぞ。ここって大きな都市なのかな。でもなんもないわ。あ、あるわ。あるけど、だったのか。これで一安心だな。よし、絶対にここから巻き返してやろうぜ。空腹な馬ってやつ、これレベル高くない？なんだろう。え、どこ？長江のやつだ。なんでこんなレベル高いんだ？一つだけ、犬顔。簡単にするやつもないしな。あー、めちゃめちゃ敵いるわ。そりゃそうですわ。宗神様、申し上げます。曹操様のご無事が確認されたとのことです。参見。これは何よりの事。されば自分の撤退を始める。トリガーを巻き込む。トリガーに、トリガーじゃない、このリアクトに巻き込むことによってガードが崩せるのがいいな。あと向こうにいるやつがメインの武将か。え、違うんだ。ならば願いを叶えてやろう。今は引こう。どこにいるんだこれ。証拠だが、次に会った時は容赦せぬ。そこか。めっちゃ敵陣にいるじゃん。敵陣っていうか陣内にいるじゃん。しばらくこの場にとどまる。守備を固めておけ。あ、それ違うんだよな。敵の寄り所を消してやろう。速やかに進軍しろ。将校がまた復活してしまった。何痛いんだけど。敵の寄り所を消してやろう。速やかに進軍しろ。笑顔で参りましょう。大将、打ち取りましたわ。やっと追い詰めたのに、ここで負けるなんて悔しい。
これほどの劣勢でも我らが勝つのだ。孫家が宗家を打倒することなどありえぬな。マジむずいな。なんと壮麗な戦ぶり。よし、もうここまで空腹な馬も行こう。ハブミッションやりすぎたわ。こんなんじゃマジで終わらない。馬の動きが鈍いな。これから長いと、餌さえあれば馬の体力も戻るだろう。何をあげてたんだ？人参？人参いっぱいあるからあげるよ。これだけ集まれば十分だ。早速馬に与えるぞ。馬が調子を取り戻す。かわいそう馬。もうこんなもう馬ばっ馬こき使って本当にかわいそうだわ。よしこれで。うまくいったようです。こんな困難ではありませんわ。何してんの？あ、あれも行くか。味方を助けるだよ。おーい、今行くからな。よし。今頃ここを取りに来たのか。遅い遅い。遅すぎるぜ。本当にトリガーの半分になってんのかな。なんかめちゃめちゃトリガーのためもっとじゃあ長いってこと。ないのが問題なんだろうな。リアクトが発動せずにここまで来てしまった。あ、よし、これがガードブレイクか。くたびれて油断しちまうとは。残念。敵将打ち取りましたわ。なんか観念、八の観念あれじゃない？化粧多くない？めっちゃ化粧男子になってたわ。こんにちは。クヤさんこんにちは。やってまーす。やっとあの昨日のあれで神剣へのシナリオに行けるんで。この門を守り抜くのが自分の役目。いた。通りたく筋を通してもらおう。さあ、できますわよ。敵の急所。はい。よし。陸戦で曹操軍に一日の長があるのは筋。それを覆せなかったのは自分の不覚だ。伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱し生き延びれば再起も可能。その日、後輩に似てるんだよな。
イケメンじゃん。孫権、この借りは必ずや返してくれよ。迷子になったのによく笑うわ。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかもむしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か、脳を書こうと。あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むということだ。孟徳、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓のすべてをかけ覇道を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。そう言ってマジレスしかしなそう。違いだけではことはなせん。確かに、ま、冗談言わなそうだね。戦力の再生、ちょっとつまらないね。うん、しかもソーヒーもさ、こんなイケメンじゃなかったのにさ、なんかイケメンの枠に入ってこようとして、なんかシリーズを増すごとにさ、イケメンにしてってるじゃん。なんか最初もっとなんかぐちゃぐちゃぐちゃじゃないけどさ、もっとなんかしゃくれてたというか、なんかかっこよくなかったよね。なんでなんか最近こんなイケメンな感じになってるんだろう。総比とさ、戦国の三成はさ、なんかイケメン枠みたいなとこにいるからさ、ツンツンイケメン枠みたいな。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。意外と人気あるんかな。めっちゃあるよ。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め、巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。よく分かった。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため、静かに行動を開始する。なんか結構あれだね、諸葛の格好ってなんだろう、割と諸葛亮がたいんかなって思う格好してるな。そうそう、そなたのこれまでの実績、真として並ならぬものである。故にその功を称え、魏公の位を授ける。徐州、青州など十州をもって義とし、治めるがいい。はあ、諸葛亮ってシリーズマスごとに足元すっきりしてきてるよね。でもなんか今モサッとしてない。この先なんか工場の人みたいな。そなたは何を望むのだ。格好が。私が望むのは乱世の収束、それだけにございます。諸葛亮もどんどんかっこよくなってると思う。なんかイケメンになってる。魏公就任おめでとうございます。うん、これよりは一層国力の充実に力を入れる。赤壁の大敗を取り返さねばな。殿、もはや覆せぬと承知で申し上げます。やはり私は今回のご決断に賛同できません。矢印わかる。右線矢印。殿の道は漢の信として成し遂げるべきです。風で戦うから。殿が定員を伺っているとみなされれば、いずれまた争いが起こりましょう。純一、お主は以後巨匠にて政務に励め。それは。わしに対しもう検索する必要はない。風のランスター的な。お主は。うん、じゃあ、手まり的な感じ。その際を生かせ。
魏侯に就任し魏王となり帝位につく。それが最も早く乱世を終える道です。しかしそれは国の形としての話。人心を考え、矢印わかる、ビームが出ます、矢印。ワンジャク殿の器具が正しいのでしょう。ライトセーバーが実は入ってんじゃない。すでに帝を上回って、手品魏侯就任は誰の目にも自然と映るでしょう。しかしだからこそ選んではならないのです。奪う者の断りはそれを奪われることも肯定します。殿がご健在のうちはそうならずとも、いずれ誰かが報いを受けるでしょう。イケメンだ。同族とはいえ我らが同じ意見である必要はありません。俺は殿の選ばれた道を我演じます。ですが文爵殿が危ういと思うならば諌めるべきです。私の話など聞いていただけるでしょうか。行く道を肯定できない軍師など殿にとってはもはや、いくら王佐の才などと評されようと言葉が届かなければ意味がありません。なんかちゃんとチャイナな感情を残しつつ、軍師系はビーム、そうね、軍師系はビームっていうのを覆したのがあれだよね、大谷とかだね、戦国勢で言うと。まあでもあそこも一応頭良い勢がなんかビームなんだけど大谷は明らかおかしい。わあリッチだ、なんか私の部屋みたい。私の部屋こんな感じ。あのここでゲームしてて入り口まで結構遠い、持て余してる。へえ、そうそうそう、多い。あ待って、多いはね、私聞いたことあるんだよなあの求めてくるものが酒だと聞いたことがある。酒、莫大な数求められる。いやなんか何に使っていいか分かんなくて、その場所を。だからとりあえずなんかちょっとこうきらびやかな、まずはこう部屋の奥に椅子を置いてみたりとかいろいろしたんだ。一見な感じにしたんだよね。だから友人とか来た時には先に私がそこに座って、これはこれは、こう立場の違いを分からせるみたいな。違う、あれしたいんで、あれ、酒が欲しいんだけど。そ、何やなと。そうね、でも誰も会いに来ないじゃん。いや来てるわ。いいもの揃ってますよ。酒って友達ではなさそう。ありがとうございます。友達ではなさそう、やめてよ。たまに友達いるからね。友達は極めて少ないけど。酒ってあれかな、貿易かな。酒って貿易でゲットするしかないのか、ちょっと調べよう。酒、三国無双八、酒、ああ貿易でゲットするしかないみたいだ。
敵の人どこだっけ、いなく、いなくないか、これだ、こっちに向かえばいいのか、いたいた、距離ありすぎだな、みんな同じとこにいてくれ、いいもの揃ってますよ、お金だな、お金で買う感じだな、よし、ありがとうございました、結構値段したんじゃないか今で、大いに会いたいと、ほらなんか普段着可愛いね、今多い美人だもんな、ねえあなた少し付き合ってもらえるかしらもう酒好きすぎだろ、うまくやってくれて助かったわ、あなたの働きに報いなくてはね、そうだな、ここら辺のストーカーやん、そう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 、長春かも、ええ、レベル100になったから次連れて行くのは大井の方がいいかもな、うん、大井仲間にするわ、ええ、大井ってなんかすごく外国人っぽいよね、準備を完了させとかで、ここら辺で一丁さ、なんかこう罠を置いておけば、猫とかテッケットできないかなみたいな。なんか聞いた話によると、民がいるところら辺の方がいいって聞いたな。この辺なのか。おい、前アイキャラだったよ。おい、いいよね。美人さんだよね。美人さんなんだけど、ちょっと馬長への愛がなんかもう、あ、なんかなんだろう、復讐が愛に変わって、それがなんかもう歪みまくってて怖いもん。こんなキャラにされてかわいそうだな。え、いや、いいかな、こっちかな、民が住んでる居住区って、ただそうだよな、こっち方面な気はするな、ただここら辺はまだいい家だな、もっと民はこちら側か、結構いい家ばっかだな、こっちじゃないのかな、姫様今日も美しいですね、あ、ゴリモンさんおはよう、ありがとう、今日もみんなのために美を磨いてるわ、向こう側かじゃ、やば、なんか勢力がさ、だいたいやばくない今、あ、そうでもない、でも割と仲間多いな、モンハン配信お願いします、モンハンはね今日のお昼過ぎぐらいからやろうかなと思ってる、ちょっとお昼ご飯食べてお風呂入ってみたいなね、とかこうさ、諸葛金ってやつやたらとさ、なんか改装してかさせてくるんだよ毎回、やばいよな、民の住んでる場所が見当たらないな、あ、爆睡の予感、寝やめて、寝ないで、起きて、いや今日だって今ちょっと聞いて、私もすごい寝てたりとかしてたけど、寝ちゃったらもう一日終わっちゃうんだよ、しかも人間って人生の3分の2だっけ、3分の1だっけ、3分の1睡眠なんだよ、3分の2になっちゃうよみんな、
マジ寝ない方がいいよ。すごい眠い。眠くない。なんてんさん、こんちゃ。あ、この辺かな？民のいる場所。あ、てか、そうだよな。商人とかいる方向が、いや、ダメでしょ。普通に考えて、無駄遣いだよ。はいつも睡眠短いので。いいね。短いのいいよね。それで済むなら一番いいと思う。で、この付近に、あれね。あ、痛いだ。この付近で、14時間寝た。この付近で、罠を仕掛けるといいことがあるって聞いたから、頑張ろう。昨日14時間寝た。奇遇だね。奇遇じゃないね。私は、昨日10時ぐらいにはもう気を失ったらしい。あの配信だと直後すぐ寝たから、あれが11時前じゃない？ 10時ぐらいだと思う。で、今日起きたのが8時半。だいぶ寝たね。10時間ぐらい。ダメだよ。結構人生無駄にしてると思うわ。本より5時間睡眠を心がけてます。少なくない？まあそれで体が持つなら全然いいんだけど、私は無理だな。6時間は寝たいところだね。でも仕事から帰ってきたりするとさ、いやダメなんだ本当は。本当ダメなんよ。基本2時間。え、短くない？やばいじゃん。どうしたの？不安に感じてることとかあって、なんか寝れないとかそんな感じ？もっと人生を謳歌して。平日はいいけど、ね、土日寝ちゃう。あー、でもそれは疲れてんだよね多分ね。平日無理しすぎなんじゃない？いいな。でも私平日とか、お子さんが美しすぎて寝れない。休日とか全然寝れなかった。なんか寝てるって言っても7時間も寝てないよなって感じ。5時間とか7時間寝たいなと思ってたんだけど、本当は10時間ぐらい寝たいなと思ってたけど寝れなかった。報告、周囲が攻略を攻めてきました。勢いは激しく、防衛部隊がかなり抑えています。美しすぎて寝れない。寝なくて大丈夫だよ。おっと、これ一大事だ。せっかく総帥が技工に就任したっていうのに祝い気分も吹き飛ぶね。私が美しくて寝れないんですね。わかります。それはマジで自分を高く見すぎ。ウーリンに続き攻略まで失うわけにはいきません。ね、このさ、カブトやめてほしいんだけど。イケメンが台無しなんだけど。果たして孫権の狙いは俺たちを押し戻すだけでしょうか。彼らは赤壁での勝利の勢いに乗りたいはず。それにしては今回の進軍は初動が遅い。他の何者かと連携していると考えます。吐いてるじゃん。プレイグだよ。うん。純友殿の懸念は最もだ。孫権と同盟関係にある劉備領袖軍閥の馬道、周遊なら当然手を回しているだろう。領袖の軍閥か。馬道は以前最強戦というローカル戦に乗ってきます。え、最強戦ってローカルなの？義工就任に対して事を起こすと考えられるな。巨匠を手薄にするわけにはいかん。ならば高陵の救援にも多くの兵は避けんか。カコートン髪の毛切ったよね。まだ軍の立て直しも途中だというのに。とにかく自分たちだけでも先行して高陵の救援に当たるとしよう。僭越ながら私もお力添えいたします。いいのか？お前は巨匠にいろと言われているはず。ええ。殿から出陣を命じ。あ、ジュインクって一応ズボンなんだこれ。スカートと思ってた。乱世を収束させるためにはこの状況を乗り越えねばなりません。なせることがある以上、私も動かなければ。わかった。ならば俺たちと一緒に来い。猛毒への弁明は考えておけ。もっともお前ならば心配ないだろうな。めっちゃ信用されてる。カコートン殿、ありがとうございます。
純友、味方はかなり押されているようだな。孫悟の軍はすでに長江を越えて上陸、こちらの戦線を切り崩しています。連携の懸念があった劉備軍は破色を進行中です、ね、しかし慶州にも兵を残しています。十中八九孫悟に援軍を送ってくるでしょう。ここでも劉備か。やはり早く潰しておくべきだったわ。孫悟を破っても横腹を突かれてはたまらん。この地は放棄して撤退命令を出すべきか。はい、現在動かせる兵力を鑑みればこちらの勝利は望めません。被害を最小限に抑えるため今すぐ撤退を。いえ、ここは孫悟を押し返しましょう。それをもってこちらの勝利とするべきです。何か策があるのだな。分かった、純育の言う通りにしよう。ありがとうございます。まずは孤立した味方を救援しましょう。戦線の穴を塞いだ後一気に攻勢を仕掛けます。劉備軍が到着するまでが勝負です。可能な限り敵の戦力を削ってください。今回五軍の指揮を取るのは周瑜。赤壁に布陣する彼を倒し敵を退けましょう。今回は文爵殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。おお、うわ、めちゃめちゃあるんだが。ちょっとさ、色恋にふけてもいい？ちょっとマイハウスに一回帰って。あー、ここめっちゃやられてるやん。なんだここ、赤壁やべえ。あ、ここがあれか、このミッションの一番の重要なところか。マイハウス近いのはこの辺か。誰呼ぼうかな。あ、そうだ、純行く最中だった。遊びに来たわ。失礼。離れなくても会話できるにしてほしい。王を助けるために何が必要なのでしょうか。多くの知識や人脈か、それとも強い意志か。めちゃめちゃ真面目な話すんな。このところあなたが笑うと胸が苦しいのです。その笑顔を誰にも見せたくないと思ってしまう。これは果たして友情なのでしょうか。それ恋って言うんだよ。純育が男の顔になってきたな。ちょっと次のハウスに行く。どこか、どっちがいいかな。ここ全然何もしてないんじゃないかな。あ、ちょ、そうだね、この部屋だいぶ質素だな。なんかな、家具を配置しよう、ちゃんと。じゃ、結局
料理ができるものをこの辺に置きたい。あ、ベッツが、ベッツをもう一個置かないとできない感じだこれ。なんか上質らしいんだけど、あんまり上質な感じの雰囲気じゃないんだよな。で、開発ができるこれを、あ、待って、ベッドを、じゃあもうご飯はこの辺がいいから、ベッドこの辺がいいわ。これも置いたもんね。家具撤去で。ここに置こう。できるやつも、あーなんかね、こっちに置いた方がいい気してきた。角っこに置いて、でこれを削除削除、椅子だ、椅子をこの辺に。これ向き変えられないのね。変えられたらいいのに。この辺でいっか。あ、すげえ、上質な円卓めっちゃいいやつだこれ。わあ、これいいじゃん。これいいね。上質な円卓をここに、いや間違えたなこれ。ここに置いて、椅子をここに置いて、で、待って、上質な机が思ったよりもめちゃめちゃ大きい。大きいな。新たな部屋にしていくわ。で、あーちょっと待って、そうすると撤去、あ撤去、机が多いなここ。悩ましい。なんか間接照明にしたいな。どれだっけ間接照明。
いいね。感染症名ここに置いて、で、ちょ豪華な電気を、いいね。いいよね。ここに置いて、で、干し野菜。やっぱこれ料理のね基本、干し野菜ここに置くのよ。で、何よりもこの来た時にウェルカムトゥザアンダーグラウンドって感じのあれが欲しいから、私のお気に入りはやっぱフクフクなんだよな。どれだっけ、フクフク縁起のいいみたいなやつ。あ、これやっぱ服が着そうな感じがあるじゃない。フクフクにして、なんか楽器置かないとね。楽器めっちゃ置くか、これ。楽器めっちゃ置こう。え、めっちゃ影、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ影薄いやん、この誰だこれ。おいおい、ちょっと待って、これ薄いわ、影。撤去の操作、これで、あ、開発は開発、開発悩ましいな。この辺に置くか。え、なんか気に食わないんだけど。え、なんだろう。てかこのさ、デッドスペースっつうのかな、この角の。マジデッドスペースじゃない。あ、でもそうでもないわ。これこれでいいね、これでいいね。うん、手紙を送ります、贈り物があります、なかった。で、ここにこの空間ができるわけ。あ、ちょっと待って、順位行く、ちょっと待って。からご飯、この空間をね、でもここで空間が少しあった方が側転とかできるから、この豪華な質素も可愛いんだよね。でも質素可愛いね。この辺に置くか。明るい方がいいかなみたいな、寝るところ。そんなことないな。でも寝ると暗いとうざいな。あ、明るいとうざいな。でも電気ここに置いて、で、あとそうだな、あったら、どれだっけ、電気、援軍到来を知らせる重大な任務をほっぽり出してハウジングガチで、いや、じゃあちょっとね、ちょっと最初にさ、ちゃんとさ、家にちゃんとさやって、ちょっといろいろ買ったからさ、でハウジングもやっぱこういう感じで楽しいってみんな思ってやるんだろうね。私さ、マイクラとかさ、戦闘民族だからさ、すぐ戦いに出ていっちゃうんだけど、部屋とか作らず。どれだっけ、毎回忘れちゃうよ。電気のやつ、電気どれだ、あれ、電気いつもどれだ。え、ない。あ、これか。これをこの辺に置くんです。え、いいよね。で、楽器を置いていこう。演奏ガチ勢だからさ。こういう感じで置いていって、門に飾るって、門に飾れないからさ、このゲーム。切り絵かわいい、いいかな。切り絵、なんだこの切り絵っていうのは、なんか気に食わん。まあいいや、いいかな。この辺にで
餃子ね、みんな大好き餃子。餃子この辺に置きたいから、角卓が欲しい。角チーズは上質な角卓がでかかったんだよね。だから小さな角卓って言うと小さいのがある。これはちょっと、いや違う、待って角卓でかくねえか、マジで。上質な角卓との違いが分かんないんだけど。え、あー、上質なのかな。あんま分かんないわ。小さな角卓しかないや。ここに餃子を置いて、でこのお茶を置こうかしら。あ、でもお茶じゃないね。でも寝る前に酒もなんか陽明酒みたいだしな。何これ、面倒なのに絡まれてました。何それ、面倒なのにって。これ何、普通の瓶。花瓶いいね。なんか花瓶とか置いてインテリアにするのも悪くない。あ、かわいいぞ。これで、ご飯を置くの。女性と男性が訪問しやすくなるっていう、これさ、どんなもんなのかな。どんぐらいの、いきなり車に乗り込んできてどうでもいい話されました。何それ、なんかご飯が欲しいからさ、ご飯欲しいよねって考えると花瓶じゃないね。あ、どうやって撤去すんだこれ。やっぱお茶がいいわ。ここはお茶が良くて、男性がってやつがこの辺に置いて、やっぱ餃子だよね。そこも餃子よ。なんかちょっと圧迫感あるな、ここ。机って感じで。そう思わない？でも料理の場所のすぐ近くにこれがないとなんか変だよな。むしゃむしゃ食べて、なんかでも圧迫感あるな。なんだろう、どうしたらいいんだろう。で、楽器じゃん。ここはスカスカなんだよね。でもスカスカなところがあってもいいかなって思ってて、ご飯、椅子、飯、厨房で、ここに、あ、え、どうしよう。でも酒ここに置いたら引火しちゃうじゃん、多分。だから酒はなんかあるよね。だからでかくない、このテーブル。あってね、なんかこっちに置いた方がいいかな。じゃあでも運ぶの難しくない？そうするとなんだろう、何が悪いのかな。ちょっと順位とりあえず話しかけるか。待たせすぎたわ。暗い。どうしてもあなたの顔が見たかったものですから。あなた以上の方にはもう出会えないでしょう。ですからどうか許してください。すべてをかけてあなたを思い続けることを。かっこいい、かっこいい。ちょ、暗い、この部屋どうしよう。暗いな。なんか来客の顔がさ、
いまいち見えなんだ。これあれだな、この豪華な明かりをちょっと消し去って、声優もなんでこんな風になったか謎に思ってそう。思ってないよ、なんてよ、かっこいい、え、好き、ジュニクめっちゃ好き、私こういう人がいいわ。ちょっと豪華なっていうのがなんか結構うるさいんだよね、わかるかな、なんかうるさい。暗いな暗いよね、なんかな。え、これアクションゲームじゃないのってなってそう。いやいや、これはあの光栄っていう時点でもそれはもう承知の上だから。なんかさ、よいしょってきて、あ、どうもこんちゃっすってきて、あ、ご飯でもどうぞってなって、なんか違うよね、この明かりさ、統一した方が本当はいいんだよな。だってこっちの世界とこっちの世界が全然天気が違う電気が違うんよ。でもなんかちょっとうるさいんだよね、このえ、じゃあこの部屋さ、明かりがさなさすぎるんです。電気って言わないで。え、なんていうのと、なんていうのなんていうのよ、上質な明かりみたいなやつ。あ、これここね、明るくしたいなと。これ何？明るくなったんじゃない？どうなのかな？あなた暗いよ相変わらず。仕方ないものなのか？提灯博物館かな？いやいやいや、提灯、そう、提灯多すぎるかな。もし仮にこの近くに、どれだっけ、名前が分からんよ、いつもこの名前が分かんなくて、いつも探すことになっているんだけど、あら、あ、違う、どれだ、いつも忘れる、どれ、明かりが、これか、並べるしかねえ、並べるしかない。もしここでこう置いたらどうなの。あなた、あの、あんま買わない買わない買わないっす。邪魔だな、この、これ。料理するにあたって。すげえ邪魔なので、撤去する。で、あ、え、ちょっと待って。あ、ちょっと一回これ撤去してみよう。撤去して、これってさ、椅子撤去した場合、ジュニクそっちに座ったりしてくれないのかな。逆光になってるから顔くらいのは仕方なくね。そうだよね、でもなっちゃうよね、絶対どこにいても。まあここにジュニクを座らせたいとか、まあこの来てくれた来客者を置くのはすごくいいんです。だけど、で、楽器もこの辺でなんかいいんだけど、ご飯を置きたいなーって思った時に、ご飯こっち側、ちょっと置いてみるか、こっち側にご飯を。
豪華な円卓の豪華な暗いの光栄光栄。え、ちょうるさくない？ここに。どうだろう、こっちのがしっくりくるかな。この縦に置きたいの、本当は縦に。わかる？これどっちがいいと思う？こっちに置くのとこっちに置くの。むむむむ、あ、うん、わかった。わかった。自分に配置できればいいのにね。ね。わかった。わかってないかも。分かってない、分かってないかも。え、分かった分かったかな。この衣装を、この辺に置いて、角に椅子置けば顔に照明当たるんじゃね。角に椅子置けば顔に照明当たるんじゃない。マジ？やってみるか。ちょっと待って。一回そしたらここに置いて撤去して、で椅子を、あ、待って、何撤去しちゃったっけ。なんか必要なもの撤去したよね。あ、開発できる。なんかこれね、違うの、 あれなのよ、あのフギ豚がうるさいんです。で、私ね、料理をするにあたって通気性のことを考えて窓側にしてるのよ。わかる？やっぱ通気性大事じゃん。でもさ、こんなことしたら書物とかさ、書物がさ燃えちゃうねえ。いやわかる。これ、このデッドスペースめっちゃ嫌なのよ。あ、デッドスペースってほどじゃないかな。書物がさ、書物が、あの香りが餃子になっちゃうよ。冷蔵庫でも置けば。冷蔵庫ない、ないから。餃子やりすぎだな。あー、どうしよう、マジ意味わからん。料理するじゃん。え、これもしかしてあれじゃない、あの私の大好きな麻婆豆腐とかじゃないの。うまそう。で、料理作ったご飯を置く。でもこの流れはいいよね。そんな流れは悪くない。でかい壺とかないの。でかい壺はないね。あ、でかい壺、壺、壺ね、こういうの。あ、壺いいじゃん。ああ、壺違和感ないわ。ナイス。かまどの脇に壺とか自然やん。大丈夫だった、いいね。で、手紙書いて
り物確認して、まあなんか本棚みたいなで演奏できるやつで、開発を置かなきゃいけないわ。どっちがいいかな、なんかシスの方がかえっていいのではって思ったけど、あ、オッケーなんていうす、どうしよう。え、置けない。こんなもんでいいかな。じゃあ開発してるところと机で、あ、まあ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 、なんかいいのでは。で、餃子とお酒を置いて、よし、どうじゃ。え、よくない？こっちの前後してもいいな。おお、あ、仕方ない、一回撤去して、これを一回ちょっと置いて撤去して、これをここに置いて、手紙が書けるやつ、でこれをこう撤去して、本棚みたいなやつ、錬金術は台所からってことで、開発系と書棚入れ替えてもいいかも。錬金術は台所からってことで、開発と書棚入れ替えてもいいかも。ああ、こっちをこっちにしてってことか、ジャンルがね。ああ、なるほど。撤去、これはできない、これができなくて。ここに置くのか。で、開発をここに置いて、で、宝物、道具箱いるかな。いやー、これは重圧だからすごいカッとくるね。こうしよう。で、贈り物どこに置こうかな。これこうしてこうして、あ、いい感じで、ここがねスカスカ、別に置かなくてもいいけど、本棚置いてて、どうする？これ来て、あ、ここに贈り物だよな。でもやっぱやジャンルが近いものはまとめて分けるとスッキリするよ。なるほどね。どうよどうよ。で、ここなんかなんか置いた方がいいかな。何も置かなくてもいいんだけど、なんかね、あれなんだよね、花とか置きたかったら机置かないといけないから、
角行って、でかいんだよな、この角タクが。で、お花を置きたいんだよね。青がいいか、白がいいか。でも白、お花があんま見えないね。壺が置いてありますって感じだな。干し野菜とかでも配置しとけば。あ、するする、そうだった。料理のとこに忘れてた。これいる？これいる？でもなんかお花置きたいんだけど。違うかな、これ。微妙。微妙だよね。干し野菜をご飯のところに配置するから、こっちかな？これどう？ここにある分にはまだ大丈夫かな？うん、あ、でもここはね、そのすっきりスペースであってもいいと思うし。どうかな。てかあれかな。あー、でもこのバーンってやつはこっちにあった方が、あ、でも窓ここつけてるから別に窓と干渉はしてないかな、あんまり。うん、え、どう？仕事戻ります。お疲れ様。ありがとう、お疲れ様、クリナさん。いい感じかな。とりあえずこれでいいでしょう。いいな、これいいな。ここいいな。あ、いいわ。出来上がりまった。よし。それで、これどこのお家？これなんて言うんだろう。わかんないんだけど、ここちょっと保存しておいて、次の家とかでも呼び出そう。え、いいね。いやー、テンション上がったわ。じゃあ、皆さん、お疲れ様です。お昼ご飯時なんだよ。また終わります。また配信します。次はモンハンかな。じゃあねー。